だからそういう、なんだろうな、豊島っていうのは森から生まれるね、特に森の中に人間の魂を感じるってことはもちろんその豊島言ってたけども、それ以外にね、森から見上げる光っていうのかな、森から見上げる光、それはよくあの豊島流の言葉で言うと逆光の森っていう言葉を使ってるよね。逆光の光線だよ。その逆光の光線の中に人間の、なんだろう、原初のはつらつとした、まだ神から使命を受けたばっかりの頃の人間の持っている原初の魂を豊島は感じている。それはまた口でも言ってたし、それをまたキャンバスの上に表そうとしてるよね。だからそれが、歴史的な言葉としては縄文の魂なんだと思って。原初の魂ってそういうことだから、要は。で、逆光の森って大の絵もあるし、その森の中、なんかこぼれ身じゃないけど、森の中から見上げる太陽だよね。に非常にその人間の原初の崇高な清純だった魂を豊島は見出してたってことだ。なんかすごく生命の働きを感じるってことは言ってたね、その逆光の光線にね。森の中から見上げる光だよね。それに非常にこの人間としての生命の働きと言ってたけども、生命の働きというものを感じるんだよと。だからその森の作品が多いんだっていうことは僕に話しちゃったって、秋田から出てきて、あの当時の武蔵野にあった大学に入るってこと自体が、僕は豊島の一つの縄文エネルギーを得得するためのなんか運命を感じるよ。もう昭和30年代というと、都心の方はもう武蔵野の感じじゃなかったから、東京でも全然ね。やっぱりあそこの府中とか、あっちの吉祥寺とか、あっち以降はもう昭和30年代は本当にすごかったから。この武蔵野っていうのはなんかね、もう僕も懐かしいけども、なんかもう特別のものあるよ、うん、で縄文時代は本当に一番発達してた地域なんだよ。もうこれはまあ考古学でも分かってるね。秋田もそうだし、で武蔵野 の要するに今の府中とか あの辺だよね。だから東京の中心地じゃないよ。あっちの方が縄文時代はものすごい騒いでた。